やってきたのは大田市大森町。世界遺産石見銀山の街並みを歩いていくと、すごい素敵な趣のある建物ですね。築200年以上といわれるかつての商家松原家住宅、今年リノベーションによって新たな命が吹き込まれました。街を楽しくするライブラリーと書かれています。こんにちは、失礼します。中へ入ってみると、もう和の雰囲気を感じて少し懐かしい気持ちになります。そしてこちらにはたくさんの本がきれいに並べられています。この本棚のモチーフはアンドン。著名人が選んだ人生に影響を与えた本が並べられています。こちら俳優の佐野史郎さんがおすすめする本ですね。島根県にゆかりのある人たちなどをきっかけにして300冊以上の本と出会うことができます。その人がこの本から何を感じたんだろうっていうのも想像しながら選ぶのも楽しさがありますね。さらにこちら絵本のコーナーですね。いろんな本がこのトンネルのような棚の中に並んでいます。どんどん奥に進んでいきたくなるような雰囲気ですね。こちらは絵本の洞窟。モチーフになったのは石見銀山の坑道です。200冊以上の個性豊かな絵本が並びます。このライブラリーでは本の貸し出しはしていませんが、施設内の好きなところで自由に読むことができます。お待たせいたしました。こちらが島根のクリームあんみつと玄米茶のアイスになります。ごゆっくりどうぞ。さらにカフェでは地元の素材を使ったスイーツを味わうこともできます。施設を運営するのは大学生。ここは島根県立大学のサテライトキャンパスとして設立され、木曜から日曜が一般開放の日です。こんにちは。こんにちは。すごい素晴らしい雰囲気で楽しむことができました。この場所ができていかがですか？店舗の運営していく上でどういう知識だったりとか、どういう観点でこう経営していかなきゃいけないのかとか、商品を作っていく上でお客様の意見をどれぐらい取り入れてどれぐらい実現できるかなっていうのを考えながらするのがすごい勉強になっております。2階は仕事や勉強に使えるコワーキングスペース。昔は商家だったこの場所が空き家になっていたところ、地元企業中村ブレイスが買い取り改修。県立大に持ちかけて学生たちの学びの場所として生まれ変わりました。自分のやったことが一般の方にダイレクトに影響を与えるので、失敗だったり成功のリアクションが生に感じられているところが一番印象的です。著名人に本の選定を依頼する作業などもすべて学生たちが担当。観光客や地元の人たちが本をきっかけにしてさまざまなものと出会う場所になっています。本読めるからね、いいし畳がいい。本屋さんとかに行ったら手に取らないタイプの本もこういうふうに見て、こうなんていうの、こういう並べ方じゃなくてこういう並べ方でしてたりすると手に取りやすいかなって思いました。かつては商家として地域を支えてきた建物が新たな姿に生まれ変わり、これからも世界遺産石見銀山の街を支えていきます。